維新は挑戦をやめない。やっぱり大阪府っていうのがどういう組織でどういう考え方をしてて、うん、というのをきちんと知ってる人が市長になった方が僕はいいと思います。府市一体でやっていくことの大切さっていうのはよく分かってるんで、どっちかに偏りにくくなる。であるならばなんとか大阪維新の会っていう接着剤で府市がバラバラにならないように、二重行政にならないようにしていく。だからそういう意味で横山さん、大阪府庁のことも府全体の話もよく知ってるし。大阪市民でもあるから当然大阪市の課題も知ってるし、まあ、そもそも大阪維新の会の幹事長ですから、もう能力は抜群。あとはもういかにこう市民の方に知っていただくかということじゃないかなと、訴えて自分の気持ちを伝えていくか、これが大事だと思います。わかりました。